さあもうだいぶおなじみになってまいりましたこちらのアルトターボ RS なんですけれども、こちら新車で当店の方に入ってきている車になりまして、一応木曜日に納車の予定となっております。まあ、なぜ今日私がこの、まあ、いつものといったらあれですけれども、まあある意味いつものターボ RS をご紹介しているかというと、こちらこのデカールですね、 RS っていうこのもうかなり迫力があるここのデカールをちょっと紹介したいなと思いまして、動画の方を撮らせていただいております。まあ細かく言うとこういうモールもですねオプションでつけていただいているわけなんですけれども、まあ本当にインパクトがあるこの2文字がですね、この車の印象というのを非常に際立たせるものがあると思います。アルトなだけにですね。はい、さてこんな感じです。もちろん、まあ、車の色によってこのデカールの見え方っていうのも変わってくると思いますけれども、まあうちのデモカーならぬですね、こういう RS というこの文字もありなのかなというふうにも思いますので、ぜひ参考にしていただいて、今 RS この文字貼ろうかなと考えていただいている皆様はですね、この動画を見てぜひまあご決断いただくきっかけにしていただければなと思います。まあ、その他にもいくつかですね、用品はつけていただいているんですけれども、今日はまずはこの RS のデカールの紹介でした。